はい、格闘オタクニュース、象の雑白です。今回は朝倉未来 VS 萩原恭平、3人の王者が驚きの勝敗予想についてです。ドンキホーテとビックリドンキーが心の支えのマイルドヤンキーが狂気乱舞した一戦が決まりました。朝倉未来 VS 萩原の恭平です。雷神接待68キロのミクル級が議論されるなど何かと話題が尽きないカードです。そんな中、3人のチャンピオンがこの世紀の一戦について全く違う勝敗予想を立てていました。3人の王者と朝倉のミクルと練習していた大沢健二さん、萩原の恭平の柔術の師匠の岩崎さんの声とともに紹介していきます。まず一人目のチャンピオンは現パンクラスストロー級王者の北方大地選手です。いつも分かりやすい格闘技の解説で人柄も忍ばれる好感度の高いファイターです。北方選手はこの一戦をライジンバンダム級グランプリを除けば一番見たいカードだと絶賛していました。このようなカードが組まれるのがライジンの良いところとも言っていました。萩原選手の評価は完全なストライカーで、寝技はまだフェザー級トップに出せるレベルではないとのことでした。確かに岩崎さんのところに通い始めて約1年なので、まだトップどころには通用しないかもしれません。萩原選手のすごいところに関しては、練習の力の 100%、 それ以上の 120% を出せるところだと言っていました。おそらく思い切りの良さ、天性の打撃センス、クレイジーな試合でのファイトスタンスが実力以上のポテンシャルを発揮させているのだと思います。北方選手の後輩の金太郎選手は逆で、試合でなかなか実力を発揮できないので、少し歯がゆい思いで両者を比較したのかもしれません。また朝倉の未来はレスリング腰は強いが、寝技は試合での経験が少ないと分析していました。この試合は朝倉の未来のスキルの多さがポイントで、3ラウンドかけてしっかりとレスリング力の差を見せつけ、パウンドアウトをすると勝敗予想していました。確かに、雷神忖度68キロ、未来接待デブ級なので、フィジカル差が顕著に出てくる可能性は高いでしょう。誠実な人柄がにじみ出てくる的確な勝敗予想でした。次の王者は、元ディープストロー級チャンピオンの越智晴生選手です。越智選手はなんと驚きの YouTube 登録者数203人です。ぜひ皆さん登録をお願いします。越智選手は地味強のベテランで、リング外では素朴な田中邦衛とうっちゃんと菊野選手を足して割ったような感じの人です。ぜひご確認ください。勝利予想は、萩原選手は打撃では互角に近い花のあるファイターだと評価していました。ただ現状は朝倉の未来が何枚か上手で、体重が68キロあるので、朝倉の未来に有利に働くと空気を読んで格闘関係者がスルーしているところをポロッと正直に話してしまいました。素朴な田中邦衛が伺えます。フィジカル差から組んで寝技に持ち込み、2ラウンドバックチョークと予想していました。サブミッションで決めるのは意外な答えでした。登録者数驚きの207人ですが、格闘技の実績は抜群で、雰囲気もショートホープとハイボールがあれば幸せなリア充な日雇い労働者のオーラがあります。ぜひ動画をチェックし、チャンネル登録お願いします。ここまで勝敗予想を紹介してきましたが、大半の皆さんは MMA のスキルとして朝倉の未来が上手で、フィジカル差で組み伏すと予想しています。練習をかつて一緒にしていた大沢健二さんも概ね同じ意見でした。萩原の恭平の寝技の師匠の柔術家の岩崎のさんは、朝倉の兄貴を研究し徹底して寝技対策を行うと動画で話していました。もしかすると高度な MMA スキルを兼ね備えた不良の喧嘩が見られるかもしれません。最後の王者は元シュート2階級王者の小木チャネルです。
おぎチャンネルは萩原がガンガン来るから、そこにミクルが強い右フックを合わせて1ラウンド KO 勝ちと、夏休みの宿題が全然終わらずに親に泣きながら逆グレーしている小学生のような答えでした。以上となります。次の動画は朝倉ミクルが斉藤豊に見下される情けない3つの理由です。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いいたします。それでは、さよなら、さよなら、さよなら。